おはよう。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。全財の人と知る。なんか餅が入ってるタイプとさ、白玉が入ってるタイプ。はいはい。どっちが好き？いやそれは究極ってこと。なんかどのくらいどのくらいそのお汁物。何かどういうこと？まあ、 あの一応こう冬の曲を書こうみたいなのがあって、あの寒い時期なのでっていうのはあって、なんかでもその冬でなんかあんまりこう目についてないもので、なんだろう、その逆張り的発想で考えた時に、冬のプールってなんかどうなってたかなみたいな、冬のプールの凍ったプールのなんかその人がいないその活気を忘れた寂しさみたいなのを最初表現しようとして、なんかそういう気がする。まあなんか普通に出来上がって思うのは結構なんかいい曲になったな。分かりやすさも我々の曲の中ではありつつ、あのすごいいい曲になったなっていう感じ。恐縮する今日も本当嘘つかない見分け、孤独を乗り換えられずに登場、待つものにこそある幸い、どこ危機解解の模様映し出す、この世は平安ですが、何をもって我々成功ですか。こういうのが改まった場面で言われるとちょっと緊張しますけどね。音ですかね。そりゃそう。私は今回は冷静なところはクール、熱いところは激アツでという個人的テーマ感でやらさせていただきました。全くそりゃそうみたいな感じだった。今回は新しい機材導入したりとかしてて、あのサウンドメイクでも今までにないものが作れたし、フレーズだったりとか曲の構成だったり流れも今までにない独特なあのノリだったりとかがふんだんに取り込まれてる曲なので、それに見合ったベースを弾くっていう意識と、割となんか今までサビで暴れ散らかすみたいなことをしてきたんですけど、むしろサビの方が落ち着いてるみたいな、個人的にも新しいそんな感じでした。テレグラフを作ってから久しく制作の場から離れておりましたので、北
たなという感じでございますね。曲を作ってしまうとこのように大変な MV も撮らなければいけませんし、まあ、曲を作るというのは本当に大変だなというふうな感じです。鍵盤1個も出てきてる鍵盤って私でした。鍵盤は家ですか。2022年12月11日の俺だ。俺は継続することが苦手でね、10月頭に始めたダイエットもまだ1キロも達成していない。そっちの俺は元気でやってるか。年明けに出るということであと2週間ぐらいかな。2週間ぐらいでお前本当に20万払うことになる。時間少ないかもしれないけど頑張れよ。森谷さん、来年はちょっとこれとこれをこういう感じのリリーススケジュールで言ってるけど、そんな甘っちょろいプランじゃダメです。無理やりアルバムを作ります。